難読漢字、意外と正しく読めない漢字テストが全部で10問です。では始めましょう。第1問、これ何と読む？正解は塩梅、料理の味加減です。第2問、これ何と読むでしょう？正解は保護、約束などをなかったものとすることです。第3問、これ何と読むでしょう？正解は生え抜き、その土地に生まれそこでずっと育つことです。第4問、この漢字何と読む？正解は合点、同意することです。第5問、この漢字何と読むでしょう？正解は隠語、頑固で無情なことです。第6問、これ何と読むでしょう？正解はわくらば、病気や虫のために変色した歯です。第7問、この漢字何と読むでしょう？正解は馬爪、子を産めない女性のことです。第8問、これ何と読むでしょう？正解は所用、ゆったりと落ち着いている様です。第9問、この漢字何と読む？正解は温帯、温帯症の略でリーダーのことです。第10問、これ何と読む？正解は粉から、半分の半分、つまり4分の1のことです。